Character. Jin Kisaragi. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action.本日のブレイブルー 3-0-3 大会青争奪戦にエントリーをされている、チームの方で、エントリーの確認と、参加料金の、支払いの方を始めますので、手が空いている方から来ていただければと思います。よろしくお願いします。
私もあなたと同じ目をしているのかもしれない。Please select your character. Hazama. あなたに従うつもりはないわ。The wheel of fate is turning. Rebel One.Rebel 3, action!
Please select your character. Iron Tiger. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. ダメージ
Makoto Nanaya. The Wheel of Fate is turning. Rebel One. Action. それではですね、エントリーの方をもう時間的に締め切りまして、アッセンメンバーの方をお呼び出しいたしますので、呼ばれましたらこちらの方までよろしくお願いします。バング使い大吉長さん、はい、アラクネ使いオナハさん、はい、ニュー13テラさん、はい、とこれだけかな。そうですね、あと2人いますんで、3人チームが1つ、2人チーム1つになります。どちらになるかは、え？だってさっきお金もらったやん。うん。あと、狭間使いの緑川さん。はい。この5人かな。で、じゃんけんしていただいて、どうしようかな。勝った組が3人ってことでいいかな。勝ち残りをかけて。じゃあ、どうしようかな。5人でじゃんけんだと時間かかるかもしれないから。僕とじゃんけんをして勝ったやつだけ残る。最初はグーじゃんけん、ほい、おめえもだよ、おい、最初はグーじゃんけん、ほい、パーのやつだけ、
あじゃあもう一回いきましょうか。最初はグー、じゃんけんほい。あ、じゃあこの3人でよろしくお願いします。でちょっとあの参加人数の関係で申し訳ないんですけれども、緑川さん、はい、緑川さんと、隊長さんのペアだけ2人でということになります。よろしくお願いします。チーム名は特に希望がなければアッセンとかって名前つけますけど大丈夫ですか。はい、すいません、あっせん、隊長さん、緑川さんいらっしゃいます？滑り込みで一人来たのでせっかくなので入ってもらって3人チームにしようと思いますけどよろしいですかね。はい、じゃあ役立たずがまだマスコットそうだ、マスコットって言うのがよかったちょっとひどかったね、ごめんごめんごめん
違うよ、そうだね、そうだね、勝利よりもロマンを追求する男っていうのを略してっていう。キャラ、あ、そう、キャラどうする？マスコットマコト。ちっちゃくなっちゃった。そう、スペース足りなかったんで。六英雄がイカルガに集結している。何らかの思惑が動いているというの。Here comes a new challenger. Please select your character.The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. こわいこわい。こうです、ほら。こうです、ほら。頑張って。こうです。こうです。見えたわ。頭。よし。よし。よっと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 。怖い怖い。伸びて。参ります。参ります。
やるじゃないですか。大したことないね。約束よ。Yep.
すいません、大会で使用するあの2台につきましてはこの試合でラストでお願いします。あ、どうも。あれ、お一人ですか。あ、なるほど、見てないですね。あ、そっか、遅れるっつって言ってたんだが、辻川さんエントリーしたの。バカじゃないの。あ、そう、大丈夫大丈夫。まあまあまあ、もう終わっちゃったからしょうがないんですけど。そっかそっか、まあまあまあいいっすよ。はい、こちらの筐体すいません、 OK なんで止めていただいて。あ、トーナメント表できました。確認をお願いします。今日は14チームかな、14チームだから42名ですね。
はい、それではですね、本日の試合の方ですけれども、まず影響隊の方では戦力は実質神楽1人 VS 宝蔵会名古屋支部、B 協隊の方では笹島ハット三重士 VS 火力フレンドカッコ狩りになりますので、準備の方をよろしくお願いいたします。いつも通り、注意事項説明などを行います。この大会はですね、3on3 勝ち抜きとなっております。先方は、チーム内で相談の上誰が先に出るかというのを、受付の方まで申告をお願いいたします。じゃんけんで筐体のセレクトだけをその、選ぶ形になります。先方などは、聞いてやるとかっていう形ではないので申告制ですので、よろしくお願いします。で、試合の方ですけれども、終わりましたら勝った方のチームに申告していただきますので、よろしくお願いします。本日はですね、ちょっと広めに撮ってあるのである程度大丈夫だと思いますけれども、まあ、あの試合観戦される方はなるべく前の方に詰めて、観戦の方をよろしくお願いいたします。貴重品など置きっぱなしにしておかないようにお気をつけください。特に年末が近づいてきて、置き引きスリなどの被害が、多発されると予想されますので、なくさないように気をつけてください。はい、こんな感じですかね。では、まずはですね、先ほど言いました通り、戦力は実質神楽1人 VS 宝蔵会名古屋支部。戦力は実質神楽1人チームは先方は誰ですか。相手はね、椿白面誠、はい、B 筐体の方ですけれども、ハット三重士、笹島ハット三重士と火力フレンドは大丈夫ですか。はい、じゃあ申告をお願いします。はい、それでは、はい、それではですね、申告の方終わりましたので、じゃあそれぞれ、じゃんけんで筐体の方選択後、席の方についてください。よろしくお願いします。今日ベルキチレイアウトだからのじ合い台がね、遠いんですよね。若干寂しい感じです。このレイアウト問題ありですね。声届くかなみたいな。あー、まあでもそれだと他のお客さんにもちょっとあれですからね。うん、ですよね。あの、呼ばれた時にね、来づらいかもしれないですね。はい、まあ若干進行に、あ、本当です。まあちょっとあのプレイヤーの方にも一応ね、あの、次の試合どこだとかっていうのはあそこに出てるんで、気にしながらやっていただければと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ先方の方、席の方についてください。よろしくお願いします。今回何回でしたっけ。あ、そうだっすね。32回ですね。32回もやってますね、この大会。なんだかんだとですね、長いっすね。32っすよ。そうですね、 CSEX か2のどっちかだったと思うんですけどね。はい、それではですね、そろそろ始めていきたいと思います。青争奪戦32回ですね、大会の方スタートしていきます。よろしくお願いします。
わあ、ちょっと寂しいな、やっぱの試合台が。じゃあスタートボタンを押して始めてください。まあペルキチむっちゃ人集まりますからね、最低100人以上見かを見えるかなぐらいですかね。飲み会80人いるんだったら80人以上はいるでしょって感じですよね。うん、いやさすがに160はないよねっていう。まだ100人超えてない。うん、なるほど、確かに。160超えてはない。みんな飲みたい、多分。そう、年末だし忘年会兼ねてるしみたいな感じでね。うん、まあ、ペルキチ自体かなりなんかなんていうのかな、2ヶ月に1回のお祭り感が、あ、3回か。あ、なるほど。さ、そりゃそうですね。メガホーさんそんなに広島から来れないっすよ。主催が名古屋にいないってのやばい。主催名古屋にいないもんな。ああ、なるほど。まあロケテストに関してはね、ペルソナの時も大スリーは対等がありますからね、あえてペルソナで対等を外すっていうのもなかなか考えづらいかなっていう。カオスコードはロケテストね、アバンやってくれましたけど、まあ、逆に言えばメーカーたっての希望があれば特定のゲーセンでできるという事例になったんで、カオスコードは。その辺ちょっと僕らの力ではどうにもならないですからね、もっとなんかこうちょっと権力の強そうなプレイヤーに。すげえところから当たった。死んだ。8400減った。94人エントリーすごいな、やっぱペルクチで。まあ94人で終わらないですからね、100名以上の人数をやっぱ収めようと思うと、どうしても大会のレイアウトこれぐらい広く取らないとそもそも入らなくなってしまう。移動も6人ままならないみたいな状態になっちゃいますからね。とまあなるとね、あのどうしてもの試合では向こうの方にみたいな感じなんですけど、本当本当アーバン昔3どころか2の時ありましたよね。いっちゃんはじめ2です。ペルキシーの時は3。はいはいはい。いや、そういう意味ではですよ、昔 NEC じゃない、 NSB をやってた時によくもまあ2台でやってたっていう。で100名以上の人数を、うん、そうっすね。まあ他店にどうこうっていうのもあれですけど、もう受け入れ先がなかったですからね、本当に。基本的には開いてくれているねお店に還元できるのが一番ですけど、まあ多分筐体なかったらしょうがないですからね。それが今や6セット、まああのお亡くなりになったループ港店っていうのも影響があるとはいえ。あ、そうなんです。へえ。さあ、あんまりやってないと言い張るクマの旦那のラグナですが、この人の場合はやってるやってないではないのである。昨日のカオスコードからの今日のブレイブルー。
名古屋雪降ってないっすよね。全然ですよね。あの天気予報でも全然予報なかったんで、名古屋降りそうなのは来週つか雪幕ついてたんです。へえ。あ、辻川さんのその靴だと埋まってしまうぐらいに雪が降る岐阜、降ってました。なるほど。うん。そしてちょっと前のコメント拾いますけど、よくこんな寒い中みんなゲーセンに行くなとありますけど、寒いから来るんですよね。アーバンね、暑いんですよ。北陸は膝下。あもうあれでしたもんね。僕最近結構仕事ラジオ聞きながらとかですけど、北陸の天気とかもね結構言ってるんですけど、むちゃくちゃ雪が積もるよみたいなこと言ってたんで、何でしたかね、ツイッターとかでもね、富山のあたりのね、ゲームセンターの駐車場の雪とか、ああ、間違いないですね。岐阜はね、まあ愛知の植民地と言われる岐阜ですいやでもどちらかというと岐阜って言っても岐阜県というよりは岐阜市ぐらいまでかな、あの辺ぐらいまでの人たちは割と名古屋に来るイメージはありますけどね。そもそも岐阜ってなんか縦に長すぎて北の方に行きすぎるともはや他県、あの飛騨高山とか別世界ですね。いや、ほんと北海道の奥地みたいな、なんか気温の下がり方するから恐ろしい。あ、なんかダイヤモンドダスト見れるらしいですね、岐阜県北部。もうマイナス20度とか、そうそう、岐阜の北は富山なんですけど、要は富山と岐阜の県境ぐらいのあたりまで行くととてつもないんですよね、あの辺は。ああ、なるほど、大阪よりも岐阜の北東部の方が遠い。なるほど。まあね、雪とかね、もうほんとどうせ仕事って行かなきゃいけないから降らない方がラッキーですけどね。誠はね、なんかね 2.0 で結構強くなったらしいですよ。てかなんか僕また聞きなんで正確な情報知らないですけど、なんか後ろに降っていって、なんかシューティングスターでしたっけ、引きの無敵がなんか4フレからとかって聞いたんですけど、もうなんかお前はノエルかみたいな感じでブーンってシューティングスターしてくる。まあ攻撃力も結構増えましたし、まあなので誠は昔のイメージ引きずってると結構痛い目を見る。ブライダルエクスプレス草壁、ブライダルエクスプレスいい性能してますね。コズミックレイがあんな感じで飛んでくるみたいな。いやでもなんかあれはなんか婚活だから許される感じがそうそうそう、婚活特急ってうん、やってない。いや FF14 で忙しくてちょっと待って、いややるつもりではいるよ。僕ギルティ2からストーリーのファンなんで、うん、ただまあ年末
冬休みにやろうかな。そうっすね、うん、家庭用買いたいな、ギルティも。いや、できればピースを、うん、PV に出て感動した。あいつギルティ2の時もなんか離脱しろフレデリックって言ってたからあいつそういう役割だな。インコって呼ばれてドラゴンだっていう。今日レアキャラどれだけいますって。レアキャラってそもそもレアってどのキャラのこと言うんですかね。今のバージョンのレアキャラとは。レアキャラっていう意味では最近結構ライチレアなんですけどね、あんまりいないね。なんかアソダ戦やってると小池がいるからなんか錯覚しがちなんですけど、逆にほとんど小池しかいないみたいな。難しいですからね今回。こいつなんですけど前までゴリラでしたからね、本当に。アマネはねいますよ。アマネはね一人いらっしゃいますね。あとはアラクネもいる、レディウスもいる、ミュートゥエルブもいる。今日はラムダイレブンはいないな。どれ？ここ、あ、ここの絵いないですね。そういえばそんなキャラいましたね。ん？タオカ、タオカ、タオカがいない。違うんだよ。辻川さんが遅れてくる上にエントリーしてないからいけないんですよ。タオカがいないのは。今日、個人的に一押しのチームは、この、ゴーゴー選挙っていうチームですね。プレイヤーネーム安倍晋三ニューサーティーン、麻生太郎ニューサーティーン、菅直人バルケンハインっていうこのゴーゴー選挙ってチーム。これね、あのね自民党優勢だなっていうのがよくわかるチームですねこれ、うん、自民党キャラ選びこれちょっとブレてないですよこれ。ニューニューって来てますからね。いやでも菅直人もバルケンハインは別にこれはなかなか強力なキャラクターを選んでいると。まあニューに比べるとねなかなかあれですけど。カプコンカップで学ゲーマーは常識人だからみんな選挙行くとか言ってたって。選挙いかんなな、あとで。僕にはそういう趣味はないですけど、選挙って合法的に小学校に入れますよ。あ、役場なんですか。あ、なるほど、残念ですねそれは。あ、幼稚園って場合もあるんですか。ああ、なんか一応ね辻川さんにもそういう情報を与えておこうかなって思って、小学校に入れますよみたいな、うん、そうそう、集会場、なんだろう、公民館みたいな感じかな。盗聴器仕掛けようとしてるヤバいフロン氏。フロンさん？そんな技術はない。何すんの？上級者すぎる。小学校の教室に盗聴器を仕掛けるって上級者だね。なんかそのトイレとかじゃないですからね、そのなんだろう、なんかね、小学生男女が普通に授業を受けている姿に興奮するみたいな人が上級者すぎるな、うん。10代の投票率 0% とかいうニュースがあったがマジか。もうなんかね、ない選挙権を有効に使っていただきたい。辻川さん、この間幼女と食事したとか。そうなんですか、犯罪ではなく。あ、親が近くにいたから大丈夫。これ以上、ああ、へえ。めいっ子かな？めいっ子かな？か、他人？
血のつながりはない。ああ、これはちょっと犯罪の匂いがしますな。はい。あ、終わりましたね。はい。お疲れさんでした。宝蔵会は椿が出てきたから3-1かな。それではですね、次の試合いきます。カリア教習所 VS アッセイチ。はい、カリア教習所。教習所の教習がだいぶ強引に襲うみたいな。あなたですか。ああ、なるほどなるほど。カリア教習所アッセイチ、オナハアラクネ、テラニューサーティーン、レイモンド・バレット。あー、解説辻川さん、どうせ暇でしょう。どっか行っちゃったブレードワークス。対戦相手いんのかな。あれ、どれだ。オナハさんがいない。オナハさん、オナハさんちょっと呼んできて、もしあれだったら。あ、いた。うん、じゃあ3人つどろめましたんで、じゃあじゃんけんして、はいはい、どうぞ。じゃあ、キャラクターの申告をお願いします。はい、カリア教習所は椿、ミュートゥエルブ、タオカカ。はい、それでは、はい、じゃあ始めてください。よろしくお願いします。負けたチームが空気椅子で観戦。そんな苦行ね。うん、体力の衰えを感じる年齢の方々が集まるこの大会に、そんな苦行はちょっとできないですね。東宝知ってますか。東宝、東宝ってなんだろう。東宝プロジェクトってやつ。ちょっとにわかっぽいこと言う僕が、名前しか知らない。僕はな、あの、名前しかほとんど知らないですね。いや、知らん。遠征者はですね、今日知ってるかと言われればあれですね、知ってる。知ってるけどどにわかです。うん、で、遠征者は今日はね、スーヤさん、滋賀県からバルケンハイン、スーヤさん、あと京都から3人、ポロピッチョさんとテラルナさんと草壁さんの3人が来てます。笹島三重士、ハット、はい、ハット三重士。じゃあ次、 B 兄弟呼び出しです。ですね、チーム名が長すぎて略しました。ワンチャンチームウェイウェイウェイチーム。うん、ワンチャン心落ち着かせれている、ウェイウェイ、ワンチャン心落ち着かせている、ウェイウェイチーム。長すぎてワンチャンにしました。うん、いや、こういうチームをつけていただいたおかげで、フロンさんエントリーフォームに文字数制限を入れる決意をしたそうなので、年末には修正されると思います。修正パッチが当たると思います。いやいや、今までもありましたから、まあ主に笹島勢なんですけど。そうそうそう。それと、なんだっけ、ウェイと、先方テイガー出しますですね。テイガー3、毎度います。テイガー3、了解です。Please select your character. どこから行ってもテイガーなんだよな。アラクネ、ミュー12。そうそう、小池の後ろで見てるだけっていうチームがね、なかなか強そうです。これ
そう、さっきスーヤさん、来てるんですか、期待してますってコメントいただき入れましたけども、スーヤさんはチームメイトがユイカ・ハザマ、アメリカ出身ユイカ・ハザマ、アジア出身小池ライチ、滋賀県出身バルスーヤ・バルケンハイの3人ですので、アジアってなんだろう、引っ越したのかなっていう、うん、3人テイガーで出てるチームあるんですよ、ていうかまあ毎回いるんですけどあのテイガー3は、テイガーチームはもう聞きましたからね、はい、じゃあ進めてください B 兄弟、多国籍チームですね、アジアっぽいもんね、どっかねアジアっぽさ、テイガー3で絶対当たりたくない感じなんですけど、ほんと毎回思うんですけどでもね、やっぱねテイガーなんすよ、3人いてもあの強いと思うんですよ、すごく強いと思うんですけど、なんかね、あの本当になんか いつかどっかでなんか中枢機関がってなって、なんかやられてしまうっていうところがあるんでね、もうあのちょっとね、あの上の方まで来たところを見てみたいですね、どこまで行ってもテイガーが出てくる、食らうがいい、半端ないですね、純度 100% の力強さ、テイガーとか白目ってねずるいんですよ、自分が対戦するともうムカついてムカついてしょうがないみたいな感じなので、大会だと割と応援されるっていうねワンチャンキャラクター、もう腹が立ってしょうがない、なんかね割となんかテイガーは正義みたいなね、こうなんかあのちょっと大会だとね割とオーラ出してるんですよね、あとずるいのがね、遠距離キャラに対しては割と不利みたいな感じのイメージが周りからある、いや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 みたいな、じゃあ昔はさ、言うて弱かったからなんかまだ応援してやってもいいかな感はあったけど、今もう許されねえから、許されないと思うでしょ、でも大会になると応援されるんだって、それがなんかおかしいね、不思議なんですよこれが、どういうことだってばよ、そうそう、みんなお前らみんな白目のこと嫌いじゃなかったのかみたいな感じになるんですよね、大会の時だけなんやねんってでもうわーやったーオーバードライブだみたいなうん感じになるんですよ、テルミね、テルミ確かにね見ないんですよ、盛り上がりどころ確かに分かりやすい、なんかアトミックコルダーが入ったらああやったーみたいな感じの展開になりますからね、そうなんですよ、見てる側からもね興奮するから、そういう意味ではなんていうのかな、逆にねむちゃくちゃテクってるんだけど、レイチェルとかってすごく応援されづらいキャラなんですよね、大会だと、あ確かに、すごく分かりづらいんですよ、ここテクってんだよみたいなのはね、でしかもなんかダウンさせられたらなんか人類皆平等に崩されるみたいな、まあ今回のレイチェルはまあともかくとしてですよ、まあ今までそういう感じで結構ね応援されづらかったキャラかな、まああれがねまだね姫様可愛いキャラだから応援されてる感はあるんですけど、これがもしねなんかよくわからんおっさんキャラとかだったらもう悲惨だったろうなっていうようなある意味では、ジャンプが出ない、宝飾対戦でもこれ雪ステージとかで白い荒船とかになるとマジで見えなくなるよ、おー研究してますなガクの T、 まあでもタオカカでやってる感じ昔に比べると1回で終わらないからまだマシですね、これぐらいで済みますからね、前とかワンミスでハハハ試合終わったみたいなのが多かったですからね、たまねはダメですあれはねダメです、あれはちょ、あそこは引き出し違うでしょ、ちょあのねたまねぐらいまで来ると、まあこれは別に僕やり込んでるアルカパッツやり込んではなかったから別にあれなんですけど、あそこまで強い投げキャラになってしまうと、もはやガードフルを持ってた打撃キャラです、そうだね、うん、投げキャラが強キャラ化するときって打撃が強いときですよね
大抵。ああ、そこまで強いだね。しかもこいつなんですけど、弾で僕があんま好きくないところはね、コマ投げ、超コマ投げとかにね、レバーぐるぐるを許容させるせいでレバー壊れそうっていう筐体がガタ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 。家庭用でやっててもさ、レバー回さざるを得ないから、おーおー、ラッパー壊れるだろうがよみたいなレバーぐるぐる系ね、あんまりちょっと入れてほしくないんですよね、壊れそうだから。あ、もういいじゃん、どうせ最大しか狙わないんだからみたいな、ね、もういいよ、全開でいいよみたいなと僕は思うわけですよ。あ、連打とかね。ブレイブルーもね、昔ね、ジンがね、カラミティトリガーの時はレバーガチャとかをもしないとダメで、で、凍結解除がね、で、CS 以降かな、レバーガチャがなくなって、あ、アークやっぱちょっと学習したんだなって思ったら、ペルストラ用の学習がレバーガチャ必須だった時のこのなんか、直してねえじゃねえか、おい、直してねえじゃねえかみたいな、またそこかよみたいな。で、しかもなんかカッコついてるし。あ、ソルのグランドバイパーね、確かに確かに。あれってイグザードもそうなの？イグザードガタ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 ってやってたけど、イグザード僕知らない。あ、まあとか言ってる間に、余計なことをしてしまったあー、よろけ回復確かに連打なんすよね。もうね、カックつけたんだったらさ、面白いんだから残しておいていただきたいと花村使いは思うのであった確かにカックしてると花村使ってる感あるよね。ボタンを失敗受け身はいいっすね、あれすごくいいです。いいですね、疲れないし。あら、船椿弥生、あれ、久々にね、なんだろう、BBCS とか昔のゲームやるとね、ああ、ボタン失敗で受け身取れないってのあるんすよ。あー、まあギルティはまだそうですね。うん、ピアノ連打しないとちょっと、まあ、ブレイブルーと両立しようとするとね、バースト使おうとしてね、50% ぐらいかとかつって一撃準備しちゃうんですよね、コンカツ準備しちゃう婚活準備、婚活準備しちゃう。見えるそこだろう。まあでもマジでブレイブルーに慣れすぎるとギルティができんくなるっていう。うん、いやでもね、おかげでね、バースト読みされた時にね、バーストが出なくて助かったよなるほど、ね、そうそうそうめっちゃ読まれてたんだけど、いや、バースト我慢しましたね、よくって言われて、せやろって、こう内心やるみたいなごめんごめん、出なかっただけっつってレバーは確かに高いっすからね。ロチャさん知ってますか？あー、どこの人だっけ？八王子とかあっち方面の人だよね。なの？多分、狭間とかテルなんかね、僕、おっさんだから新しいプレイヤーよくわかんないんだよね。あー、いや、多分結構前から多分動画とか上げてらっしゃる方だよね。そうなんだ。僕動画全然見ないからな。あー、俺も最近は見ないっすよ。何せあんまブレイブルーやってるってないんでプレイヤーのそうだね情報はちょっとあんまり知らないですけど、主にね、CS シリーズの頃に知り合った方々ばっかりなんで、なかなか確かに確かに西へ東へと行きまくってた頃のね、行きまくってた頃だね。とギルティは先行入力が効かないですからね。で、あれがなくなって思うのは、やっぱネット対戦とかにでうまく対応できるようにブレイブルーとか作ってあるから、やっぱ先行入力とかやっぱ便利だなって思いますね。あ、うわぁ何起きた、何
操作面のゆとりかか、あるよ、あーあらかー、あらくね使い特有の護衛から、苦しい。でも電撃売れたらしいですからね。あ、そうなんだ。うん、結構売れたらしいよ、マジか。あ、何対何だったんだろう。あそこは先方中堅か。うん、3-1かな。3-1で8-1。では次の試合呼び出しします。昇龍10回当たれば勝ちだから VS 小池の後ろで見てるだけ。はい、さあ小池スーヤユイカというね、なかなか強力なチームではあるんですけれども、割とね相手チームに爆弾を抱え込んでいるのがめんどくさい。おう、順当にいったらみたいなところはあるんだけど、そうも言ってられないのがこの格闘ゲームの大会ってやつです。いやね。だから面白いっつうのもあるんですけどね、うん、これね小池さんずっと先方とかね、多分ねやるとね、あの本当ね300円払って1試合も1回やらずにあの終わるっていう人もね中にはいましたからね。そうだね、うん、あの優勝の権利だけをねあのゲットして帰ってくみたいな、いらっしゃいましたから。最後コメントだけして帰ってくる。そう、最後コメントだけして僕試合やってないんですよみたいな、あるんで。僕知ってる人はね関東はそんなに多くないんですよね。うーん、あのまあ、まあいるんですけど、でもなんかね意外と関東の人と知り合ったのが別の地方っていうことも結構多くて。ああ、なるほどね、同じように遠征来てた感じですかね。R1 さんとかだって阿長でしかほとんど会ってないからね。なんかね、あのね、阿長ででかい大会があって阿長に行くじゃない、はいはい、でさ会場にいるとさ、いつの間にか R1 さんがいるわけよ、横に。なんかね、いつの間にか知り合ってた系プレイヤー、割とナンバーワンかなっていう、R1 さんは。まあでも、どうだろうね、まあ、愛知この辺からだとまだ阿長とかだったらまだ遠征、阿長はね、結構近いですからね。そうですね、行けるかなみたいな、うん、なんかなんだろう、ちょっと近所行ってくるわぐらいの感じで小池さん阿長に行ったりとかしてるみたいですし、まあエアテあるしみたいな感じで。そうそうそう、エアテあるしみたいな、うん、さあどうぞ始めてください。 Please select your character。 さあ小池の後ろで見てるだけと言いながら、まずはスーヤバルケンハイン、The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. アルケハイもやっぱ随分と数が減りましたね。あー確かに。さあ変身の無敵は相変わらずのようで。まあ減ったって言ってももう CP になってから割と。バージョン変わる前から減ってたけど、あー無理だー、無理ぽー、無理すぎる。はい、あと技、あー汚い。はいはい、ああっ、あー姫様姫様、あー操作が変わってね、まあ確かにね。おー無敵で割る、入れ替えてクラッシュトリガー、6C 拾い直し、あーよくある、
いや犬やめた人たちは何に映ったの？なんでしょうね。強いキャラクター？飛んでった。で終わり。さすがレイチェル。あの姫様使ってる時にあるある系ミスで風でどっか飛んでくってやつありますね。でせっかくだからジャンシー押しっぱなしにしてふわーって降りてくるみたいな。いやあのねよくあるんすけど、下風吹かしてジャンプしようと思ったら下じゃなくて上に入っててビューンって飛んでくっていう、ね、急になんかどっか飛んでくスイーって飛んでくっていう、あの下風前ジャンプとかってやろうとして、はい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 、あの下風吹かせずに前ジャンプのレバー斜め上が入っててそのままスイーって飛んでくっていう。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. さあそして次に出てくるのはこれはわら椿ですね。これが一番のそのある意味で言えばこのチームを殺しかねないほどの爆弾、爆弾ですね。刃物というよりは爆弾です。さあ昇竜を10回当てれば勝てるというチーム名に恥じない昇竜を見て見させていただきたい。すぐやり、すぐやり。上からエリアでコパンで固めて。椿のセリフがすぐやりにしか聞こえないでしょ。すぐやり、すぐやり。はいはいはい、ガン取って。ニビ。すぐやり。コパしっかりやってくる。こういうので、ね、見えないですよね。あ、ちょっと遅すぎた。ガンカード、ガンシャガンカード。雰囲気、完全雰囲気で打った今。ノリ。でもなんか嗅覚というかフィーリングは大事だよ。そうそう。勝利打つのは。オーバードライブ。さあ燃料燃料入れて殺す。わらくん最近トラドラ見てたの？あ、ほんとコメントでさ、わらくん最近トラドラ見てたからなーってコメントがあるんだけど、わらフリークがいるな、なんか。あ、なるほど。ああまあ余裕ね、バルケンの声の余裕がない。確かに。おお、追いつく。今回の椿のコンボ結構テンポよくて好きよ。そうなの。なんか。走りやがった。走って相手が走ってきやがったって対応するかなっていうところで、ああ受け身買って、いろいろあってバナナ、とりあえずガード刺してコマ投げ、うん、これコマ投げやっぱ強いですね。すぐやり、すぐやり、すぐやり、あっあっ、お間に合った。バナナ投げて走りも出なくて昇竜たまたまそっち行ったみたいな雰囲気でなんかこう、あ結局サーチするから、うん、わあ3シーンが見えた。さあ落として見えてる、暴れやがったこいつ。昇竜だろみたいな感じで、まあ中段じゃないだけ両親が見える。確かに。もう一回ジャンプシーン、ふわっといったが対空された。一人生まれて 6C5B2C。 さああと1回、上り中段完全に残った勝利がない。お茶の準備がありますね。なんかバルケンといえば殿下の報道だよね。さあ見えていた地雷を撤去し、もう一つ、なんかどっちかっていうとクレイモアかな。
グレイモアなの。うん、そうそうそう、岐阜の核弾頭。なんか通り名がついてますけど、かっこいいやん。岐阜の核弾頭ってやばいよね。リバサ中断はね、さすがに人の皮を破る行為ってありますけど、四国勢はみんなやってきたよ。四国勢はみんなやってきたよ、リバサ中断。豆さんをブチギレさせたことがあるんですか。あー我慢したが、まあでもね、コガタンさんの話をしたらまああれだけど、ね、リバサ低空ダッシュめくり D ディバイダーとかやってたからね。うわ、何それかっこいい。あ、出た、狼版の。へぇ、新しいやつね。新しいやつ。よぉよぉ、送られ。さあ、しっかりテク取って画面フリー。あー、飛んで逃げたいが捕まって、直下すごくどうでもいいことなんだけどさ、バルケンハインって変身するとオオカミになるじゃん、はいはい、あの時さ裸じゃんね、恥ずかしくないのかな。オオカミ状態のすっぱだかって恥ずかしくないの。そういう概念ね。そうそうそう、服着てないからさ。デールなんか服着た状態からオオカミになって戻ったら裸みたいな感じはありえるかなとは思った。それなんかさ、昔長者ライディーンってアニメあったよね。何が長者ライディーンってアニメ、あれ変身してさ、イケメンがあヒーローにーで戻るとすっぱだかって。しかもなんかあのなんだっけ、あの割とご飯時にやってた。お、ウェイウェイウェイが勝ちました。何対何でしたでしょうか。中堅先鋒、はい、3-2ですね。はい、じゃあ B 筐体いきます。次アッセン2とモニムソ。アッセン2はいらっしゃいますかね。アッセン2はおめえやな、隊長さんのバングと緑川さんの狭間とマスコットマコト。じゃあなんかさ、昔のアニメ結構深夜じゃなくてさ、なんか夕方の6時とか6時半とかからやってること多かったけど、まさになんかちょっとお茶の間をこうブレイクするようなものがね、結構ざわつかせるようなものとか結構あったからね。秩序の力を身につけたとはいえ、このような有様ではそう期待はできませんな。もう少し、しっかり。はい、じゃあ A 筐体も次の試合いきます。トヨタエムズ VS 宝蔵会名古屋支部でいいのかな、ですかね。はいはい、じゃあ B 筐体は進めてください。はい、A 筐体の方はトヨタエムズ VS 宝蔵会名古屋支部。トヨタエムズは誰が出る？ところでさ、
この前会議制ミリオンアンサーやってたら卓上って名前のプレイヤーがいたんだけど、あなたじゃないですよね。卓上っていう名前のプレイヤーがいたんですけど、あなたじゃないですよね。あのスマホゲーのミリオンアーサーってやつやってたら卓上って名前のやつがいた。あとリオンってやつも見かけたしね。豆ってやつも見かけたしね。豆はまあ違うだろうなって思ったんだけど、ね、意外となんかプレイヤーの名前っぽいものが。卓上なんて名前つけるやつ他にいるんだって思って。流行ってますねいや多分同じ名前つけれますよ。卓上フォックスはいない。どうしてそこにキツネがくっつくのか さあ問題なければ進めていきましょう。先方はこれは誠神楽かな。それやばい。The Wheel of Fate is turning. Rebel One, action. ワイバーン、シュドラ、カンカン、ここまでだ。ビーム、見たくない。セクラ、見たくない。ウリバー、行け。すごいなあの技。どうにしよう。ガードしている。あー飛んでった。さあちょっと残って。バレバレ。さあして飛ばれて。おこれはあー裏に回っている。ガードされて。さあなかなか噛み合わんぞ。ダウン取ってシューターが通る。OD からあーこれはさすがにいったでしょう。Select your character. Makoto Nanaya. Amane Nishiki. The Wheel of Fate is turning. Rebel One.あばよ。ほい、絶対。ダメ。まだ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 。ダメ。ダメ。まだまだ。さあ、マコトのラッシュが続く。ジャンビ引っ掛けて。出て通すが、これは位置入れ替えて、また画面端に戻る。
と動けない。さあこっから逆転できるか。ああ刺さる。あまね錦とかって言うよねこのキャラセレの人。なんかね初め聞いた時うわなんだこれって思ったんですけどね。さあ端からなかなか逃がしてもらえない。空中ガード不能。もう一回ハリケーン。おお突進してきた。このキャラクターは結構対戦をこなさないとなんかどこでぶっ放そうみたいなのなかなか決められないですよね。落としてが受け身ガリにならない。ドリルからのおっと跳ねて。と立ちくらい取られてガード不能。そしてこれはコロナスパ読みだったが外れてハリケーンスパイラルめくりガーキャン使っていく。さあお互いワンチャンつけない。落とされて引っかかってハリケーン、あーっとバーストしたがダメな位置だった。あんたも悪くなかった。いやあまねは厄介ですね。やっぱPlease select your character. Tsubaki Yayoi. Amane Nishiki.The Wheel of Fate is turning.Rebel One Action。 こう欲しい。欲しい。下げるわ。逃がせよ。下げるわ。逃げて。逃げてみろ。高い。ここだろ。これからこんなものだ。まだです。受けなさい。ドリル。受けなさい。こんなものでは効かない。こんなものでは。おおマジかすり抜けた。バスト使わされて、あー投げ吸われた。おおおっとこれはガキャンが届かない。あー突っ込んじゃった。ドリル出てるところに体当たり。めっちゃジャイアン打ってる。めっちゃジャイアン打ってる。吸い込まれて
前転。対空して。さあレベル3。ドリルが盾になってくれない。弾飛び落とす。吹っ飛ばして。受けなさい。超人。こんなものに効かないわ。効かない。こんなものでは。超人。はい。そりゃ。対空から。このふわふわしたタイミングずらし。受けなさい。無敵。ラピドから。あー、触る機会が作れない。弾だけが当たる。届かない。当たってる。これ美味しいが。おほほほほほ。これがイザヨンの力。レベル3アクション。なんとかもぎ取る。吹っ飛ばして。一人いる。下段から粘着から固めがなかなか終わらない。勝利は出てないぞ。おお、タックルだと。そして当たっている。前転が通らない。中段がダメ。引っ掛けて。オーバードライブ。マジかよ。ヘル。うわ、スコップ当てて外して。ドリルが邪魔して、バナナ投げて、たくさん飛んできて、ガーキャン。おー、受け身狩り。なるほど、わざと受け身を取れるようにして。さあ、そしてプロピッチ白面。アマネか。じゃあ次、笹島ハット三重士 VS アッセン一 B 筐体でお願いします。はい、アッセン一。アセイチいるかな。オナハさんたちのとこだよね。ああ、はい、いらっしゃいますね。はい、じゃあ、じゃんけんして。さあ、アマネ VS 白面。ああ、補正を切られた。落として、手前側にドリル置く。さあ、じっくり白面側待ちながら投げ、これは抜ける。さあ、冷静に冷静に少しずつラインを上げていく。カウンターヒット確認して。さあ、危ない体力とゲージになってきた。ダウン取って、ゴシーが、この後どうする。残鉄バースト、さすがに打たざるを得なかった。食うだけ。終わらんぞ。レベル2アクション。この戦略よけて貫き、貫きや超人。超人貫き撃て。よけてみろ。下げろ。離す。貫き超人。ここだろ。貫撃て。さあ、引っ掛けて。
まあ、先ほどの試合も途中まであまね有利で進んでましたけれども、まあ、一気に火力で引き返されましたからね。まあ、最後まで油断はできません。補正切り、さあ無限でワンチャン、シップ近づいて、シップ近づいて、当てて斬鉄から、補正切りが触って、いろいろあって、つばき、わあ、だって斬鉄からのつばき、シップ、おおすげえワンチャン火力、これがこれがなんか噂の西の光の白面。マジか、減るな、おい。さあ我慢して我慢してゲージを作ってからのワンチャンス、いやーすごいですね。コンバージョンの白面ってあんま見たことないですからね。いや参考になります。おお、プラチナに対して猫が不利になったから、ああいうのもあるのか、なるほど。着地下段、斬鉄放射切り、終わらんぞ。レベル2アクション。なんだ今の読み合いは。ジャンディー空振りからの、あの午前中のあのね、あのウルフォーの大会の賞金の話が今ちょっと出てるんですけど、格闘ゲームで家が建つかもしれないってすごいですね。いや、あのアークレボのとあのアークのエボリューションの賞金も相当やばいなと思ったんですけどね。え、お、プレゼントが当たって拾えない、猫キャンセラー、おーっと危ない危ない、いろいろあって、眩しすぎて何も見えないから闇みたいなもんでしょってコメントが光の白面と言いつつもみたいなね。さあというわけで3人ですかね。ここは、はい、じゃあ次、ゴーゴー選挙 VS ワンチャン、我の戦いだ、チームゴーゴー選挙、安倍晋三ニュー13、麻生太郎ニュー13、菅直人マルケハイン、ちなみにあのどっちが安倍さんですか。ああ、安倍さんですか。
よろしいですか。あ、はい。はい、じゃあ、あ、OK です。先方決まりましたんで、座ってください。影響体。先方はネルジン VS、カン・ナオト・バルケンハイン。いや、これプレイヤーネーム大丈夫なのかな。大丈夫なの、まあ大丈夫ですよ。このカン・ナオト選挙権まだないですけど、年齢的に。誰も政治家とは言ってないからね。ゴーゴー選挙っつってるだけで。さすがに公職選挙法違反になるとかっていうことはないと思いますんで、大丈夫だと思いますよ。ブレイブルーでなんか特定のどうか政党の応援をどうのこうのみたいな。狼の戦い。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1アクション。それはね。ヒレソ割るからの無双ダウン取って、おきずめ飛翔剣が出ている。オオカミタックル、カウンターさせて、置き攻め触って、まあオオカミゲージなかったから投げたいだろうなみたいなところもあったんでしょう。投げ通す。まず1ラウンド目取っていくのはネルジン。無駄なこと。さあ2本目、おっと着手を殴られる。さあ中段通して、ダウンを取ってジャン A、 あ、どうぞどうぞ。あ、そうそう、そういえばね、あの大阪のお土産をいただきました。キャラメルグリーンケーキってやつもらいましたんで、ぜひ皆さん食べてください。まあ、本当だ。よし、開けたぞ。あ、これ前なんかキャラメルプリンケーキ。よいしょ。気づいたら画面端でバルケンハイガーバルケンしてる。さあ、もうダッシュオーバードライブ。走ってて壊しを食らった。ダッシュに A 押して何も出ない。そして何も出ない。マシャン A オーバードライブ。まずいよ、ちょっと間が悪かった。ナイスガード空投げ、当てなくていいよ。ガキャン飛翔飛ばして、おーそこまでバレていた。勝ったのはカン・ナオト・バルケンハイン。カン・ナオトやばい。カン・ナオトです。あ、ちょっといい匂いしますね。甘い匂いがする。キャラメルプリンケーキの匂いがする。開口お土産いただきました。よかったらどうぞ。ありがとうございます。
The Wheel of Fate is turning. 確かにね、ケミンいろいろ言ってるね。さあ最強キャラブレイクが出ない。エルズ A 弾が取ってデッドスパイク、デッドスパイク、マイシー、ラグになってくる。おーやばい今のダッシュ三振深いバークしたよ。連携で勝ってヘルズ、ああ俺技を振り回されてね、狼が当たったらめっちゃ減るんでやばいね。今回立ち火の後の立ち死が熱くなって、なんか狼が空中くらいしたら立ち死がめっちゃ簡単に繋がってくる。そうなんだ、入れ込みが簡単になっちゃうか。邪魔なんだよこれは。痛い。さあこれはさすがにさすがにお亡くなりか。お亡くなり、どうぞ。これ星はいくつぐらいなんですかね、これね。え、汗に汗1、汗1、ヘルズハング、ヘルズジャンシーが立って、対空から位置が変わって前ビーにし、タッチし、リアルペッペッペ、置き止め、人間で分かることができない、2ビーで暴れている。開始、サイズはジャンプ。はい、では次 B 筐体小池の後ろで見てるだけ VS モニムソ、試合ですね。試合です。じゃあ先方狭間 VS ライチ、じゃあ B 筐体は準備が整い次第始めてください。まだ終わりじゃねえぞ。レボン3アクション。何マイク持ちたいの。ディバイダーが刺さる。コビーカウンター当たって画面端連行。置き攻め、投げが通る。バーストして、さあ厄介だぞ。おっとカウンター、さすがにクリーンヒットはせず。よーって声がよく聞こえてきた今。集団が倒る。合わせる顔がない。そろそろ引退しとけよ。さあ菅直人がまずやられて、次はあれは安倍晋三ニューサティーンですね。さあまだ先方で出たのは野党ですから、ここからはあの与党の力を。The Wheel of Fate is turning. Rebel 1, action. さあニューサーティー。
誰だかわからないが安倍晋三ニュー13プレイヤーネームはのぞみちゃんのタロットになりたい。この時点でなんとなくどのニューかはわかるわけですから。さあ全てを終わらせるキャラクターニュー13。無理、スパイク打って当たっちゃった。ワンチャンスあるか。重力吐いて中断でした。ブリザード、これはあのね、遠くから遠く、そうそうそう、円対円のあのカーネージーだって弾的あるんだけど最後まではないんですよね。あれぐらいの距離になっちゃうとダメなんで、もうちょっと近づかないと。でもそれがそもそも難しいんですけど、この火力である。なんせまずゲージを貯めるのが難しい。さあワンチャン通してバースト、早めに打っていく。重力 4D さあガーストして弾が引っかかる。さあゲージはなんとか作れたが、どうにかしたいが、カネジ、これはリバイザー画面欲しい。ワンチャン作った。オキゼメ。さあこのまま殺すしかないがどうなる。ガントレットハネス、なんとかなんとか。アホイが悪いがここです。レボー3アクション。さあ3ラウンド目も変わらずニューサーティンのターンからのスタート。さあスープラよく見ていた、バースト。いやーもうちょっとどうするか。4D めくりスープラから追撃。いやー最後はニューサーティンが闇の力を見せつけて終わった。さあそしてPlease select your character. New 13.The Wheel of Fate is turning! Rebel 1! Action! さあ同じような色をしたニュー13と狭間。バースト裏に回る。スープラスパイク、心が当たらない。ガック投げ、4D 正面だった、中断。おー、これが闇の力、やめさせる力ナンバーワンですね。これこのキャラヤバすぎる。刺さってしまって、ジャコを落として画面端、置き攻め、めくりのめくりだったがしっかり対応。スープラ外れて触って中断。
さあワンチャンスね。さあ殺しきれず、どうなる？ガキャンから投げ通して、外れて、あっとバスターを使っていく、投げて、あっこれはですよね、これが闇の力。さあ勝ったのは、ゴーゴー選挙。はい、では次、宝蔵会名古屋支部 VS アッセン1かな。さあ、こっからは準決勝になります。早いもんですね。さあ、準決勝第1試合、宝蔵会名古屋支部 VS アッセン1、そしてもう片方はゴーゴー選挙がまず抜けまして、あちらの B 筐体でやっている試合の結果次第で上に残るチームが決まりますね。小池の後ろで見ているだけが勝つのか、それともモニムソが勝つのか。さあ、準決勝の方ですね。まずはレイモンド・バレット VS ブライダルエクスプレス草壁。吹っ飛ばして中段、3対0で負け。はい、了解です。3-0 で小池の後ろで見てるだけのようです。そうですね、一応3決ありますんでよろしくお願いします。残っててくださいね。この試合の後ですね、ゴーゴー選挙か小池の後ろで見てるだけか、宝蔵会名古屋支部か、アッセン1か。いろいろ入れ込んで全て入ってしまった。視野が避けられて体育狩り、コロナアッパーから拒否、これは死ぬのか、ドン。おー、さすがにオーバードライブ拒否。まず先鋒戦取ったのはブライダルエクスプレス草壁。スマホの落とし物です。これは iPhone かな、なんか頑丈そうな携帯です。カバーがついてます。誰だろう、ゼロショックって書いてあるけど、これどこにありました、ここにあった。じゃあさっきの試合かな。一応ちょっと受付に置いときますんで、
多分あ携帯ないみたいな感じで来るんじゃないかな。B 筐体はの地合いになりますので、台数増えます。よかったら使ってください。さあ重力を置いて弾、はい、投げが通る。バーストして重力を置いて走り抜けて距離を取る。ガード頑張って低く投げ使って、さあルナティックアッパーからのあれが通って商品。さあ最後に残されたのは荒くね。Select your character. Marako Nanaya. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. Counter. Eat it up.ダウン取って走投げを通す。奥攻め中段通して位置も入れ替える。コメットキャノン置いてガーキャンオーバードライブからしのぐ入って、いやーこれゲージとかがない状態で走りまで追い込まれるとかなり厳しいですね。粘着して触ってからの中段から入る。コロナアッパー受け身取って中段、おっと戻ってきた。切りを置いて、これは辛い。ガキャンオーバードライブ使わざるを得なかった。起き上がり、楽園が、さあ最楽園あるか。さあ楽園つけて石入って、ここはラピキャンして一応バータイをしつつって感じですね。
投げ、ここは抜ける。さあ無敵が結構早いという話のあのダンディステップのような技で今日はブイブイ言わしてますけどね。4フレから無敵と。さあ、楽でバーストに使って、ここからどうなるか。さあ、誠の勝利というわけで、勝ったのは、放送会名古屋支部ですね。それでは次の試合いきます。ゴーゴー選挙 VS 小池の後ろで見てるだけ。ある3位決定戦ありますんで残ってください。ノエルね、 4D ね、今回タマムがないんだっけ。でそのせいで抜けられなくなった技が結構あるとかって聞いたんですけどね。え、あ、お土産いただいた、これ僕に。あ、本当、あ、いただきましたんで、ちょっとお土産をぜひ。ちょっとね、もう疲れちゃって疲れちゃって、これは誰からってことでいいの。あ、寺田さんからいただきました、村田式最大反撃をいただきましたんで、せっかくなんで飲ませていただきます。初めて飲むんですよこれ。いやー、ちょっと村田式最大反撃ではいただきます。ちょっとあのスポンサーの PR をねスポンサーではないけど。あー、これは栄養ドリンクですね。うん、美味しい。いや、あのね、味、あの栄養ドリンク特有の酸っぱさみたいなやつがあんまり強烈じゃなくて、なかなか飲みやすいですね。はい。え？いや、スポンサー来たらウィンウィンやん。いやでもね、ちょっとね、元気出したかったんで。はい、選挙は、あ、はい、立候補。ゴーゴー選挙はあの安倍晋三さんがあの先方に立候補ということで、あのじゃあのじゃあなんかあのさっきニコニコ生のコメントにもあったんだけど、なんかあのニューサー T の D4DD 重力とかって言ってはめられてるのは、これがアベノミクスかっつって、なんか景気回復はこの道しかない。Please select your character. へえ。いやー、いいですね。これちょっと取っとこうかな、ビン。村田式最大反撃。The wheel of fate is turning. Rebel One, action. さあ、安倍晋三こと覗き地。バルケンハイン押し込まれて、起き上がり、おーっと、ガキオーバータイム。ロクシーガードして、マジか、下段狩りで 6C ダウン取って 6C もう一回、さあ押し込んで消費で締める、バースト回復前に。円高不可避
コメントが悲しくなってきた生放送のコメントがバルケンハインは付属層だね。うん、そうだね、間違いないわ。ニューサーティーのアベノミクスでキャラ格差は広がるばかり。いやー、おじいちゃん頑張ってる。バルケンハインだって選挙行ったそうだもんね。さあ、勝ったのはバルケンハイ。落選した。いや、アークに解散総選挙しましょうってもう再調整みたいな。うん、僕に申告する必要はないのよ別に。そうそうそう、緊張してる。鈴木くん、いや違う、麻生太郎緊張してる。Please select your character. Valkenhayn R. Helsing. New 13. ああ、村田式最大反撃効いてきたわ。ああ、これは元気出るわ。The Wheel of Fate is turning. とか言ってたらスポンサーつかないですかね。無理ですかね。もうアピールしまくりみたいな。いやでもね、ほら、青空戦闘っていうか、エグゼにね、スポンサーがもしついたら、あんま好きかって言えなくなっちゃいますね。フリーダムな。そう、ニュー2枚構成なんです、このチーム。自民党候補が両方ともニューサーティン使ってるっていう、なかなか闇な感じですね。さあ、鈴木ニューサーティン、さあしっかりガードしている。押し返されて、ありますあります。ああ、はい、どうもです。おお、かっこいい。これ足りるのか、死なない。ちょっとオーバードライブがあれだったからね。ガキャン投げ通して、さあ来て、さあ 6D 通して、スパイク、わかんないぞ。ガードしている。これはどうする？オーバードライブで時間を止めて、よく見ている。中断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 、ガードガードが熱い。あはははははは、いきなりクライマックス、むちゃくちゃガードしたな。いやー、テンション上がってきた。さあ2ラウンド目はまずは鈴木、体力を4割ほど削って、さあ押し返される。触って、押し押し、重力から、ジャンシー、これは、おお、なるほど、上り中段からもこうやってリターンが出せる。
触って西カウンターヒット拾えず中段スパイクが、そしてゴビーがカウンターで当たる。これはさすがに死ぬか。最終ラウンドにもつれ込んで、さあお互いバーストはほぼ五分の状況ではないでしょうか。落として 4D ガード 4DD 5D ジャンプに刺さる。なかなか近寄れない。さあこれで近寄った頃にはまたニューサーティーにゲージがあるという、まためんどくさいような状況ですよね。さあ体力厳しくなってきたか、脱出できるか。さああれに行きたい。おっと、ゴシーオーバードライブがその後出ない。商品回避できず、勝ったのは麻生太郎ニューサーティPlease select your character. Hazama, new 13. The Wheel of Fate is turning. さあそして出てくるのはユイカ・ハザマですね。ニューにはハザマをつけていく。まあライチよりはって感じですけどね。おっと対空、あれが通る。で線が避けて、直下しっかり重力中段立ってスパイク。このディレイ具合がいやらしい。噛んでスープラ警戒、合唱客声が届かない、ちょっと遠めでしたね。空投げ通して、ダウン取って重力、さあウロボ少しずつ回復して、さあ我慢する。冷静に冷静にガード。さてゴシが噛まない、いろいろあって、サシお互いカウンター、拾われて噛んで飛んでって、すごい機動力、6円まで見えた。 4D 物理的に見えない。このバス、そしてさあこれは水地入れ込んでいく、ワンチャン割り込む。そして残り時間的にどうか、ジャマキ、あーっと、さあバーストからのね結構粘りがすごかったんですけどね。何でシックルが当たらない。少しずつ少しずつ、もうねあの受け身取れなかった。スープラの破壊力が半端ないんでね、どうしても上から行くのにある程度フェイントを混ぜながら行かないと大変なことになる。さあ捕まえてジャコをからオキシメスープラ、しかし地上で当たる。
とりあえずジャニシースパイクからジルク5C6C スパイクスパイクじゃねえシックルあとクーセットカスットおおここで打つオーバードライブバースト使わせないあーさあ勝ったのは麻生太郎デューサーティー最後に出てくるのは、小池雷一ですねPlease select your character. New 13 failing. The wheel of fate is turning. Rebel 1, action. さあ 6A ツバメ 6C さあ画面端奥攻め中段バスト使って距離を取るジャンエジャンエジャンエ欲しいオーバードライブルイーソーあれルイーソーじゃないこっちダメよ先に行っちゃうレベル2アクションさあまず小池雷一が一本選手さあどうやって近づくかタックルツバメ返し中段ここは飛ぶスカリからの飛び逃がしたくない 6A タックル白髪中から置き攻め腰からの中段白髪バーソー2置きから中降りてきて白髪つまみあー圧倒的小池力いやーやはり最後に立ち塞がるのはこいつショーンさんに似ているけどいやーお互いにねある程度ね手の内を知ってるだけあってみたいなところもあるんでしょうけどもさあバルケンハインとライチThe wheel of fate is turning. Rebel 1, action. さあ、シシンを縦に。ゴッと 5B がカウンター中段。あえて。ガードしているだと？オーバードライブ、アーク。お、なるほど！うますぎる！6C そして中段から国士無双中段下段中段一通白髪中発射 5B タックルツバメ 6C
置き攻め投げスカッからのごめんごめんごめん2へガキャン使わざるを得ないつまみ返しこの野郎いやーあの狼だからね強き強きに行く捕まえつまみ返し下段でしたさあ6縮めそして置き攻め中段から入るバーストして戻ってくる発射からの投げこれは紫投げは抜けていくいつこれは読んでいた6縮ガード棒が落ちてガキャン使って棒6へ1つヒロイズ6位でしたこの人の今日つく6位6シー爆発あずれたさあ小池どうする獅子に投げてはい、崩して画面端クラッシュトリガーが漏れた6へここはよく立って何ちゅう強さだ勝ったのは、小池ライチですねライチというわけで、次の試合いきます、3位決定戦ですね、ゴーゴー選挙 VS、圧戦1 無所属の候補者にやられたうん、無所属まあでも今日のエントリー見てる限りあの国外の方ですもんね小池さんアジアさあ三決ですが誰から出てくるんでしょうかさあ、ゴーゴー選挙の方は、ニューニューバルケンハインのどれから出てくるか。はい、はい、OK です。では、第1試合先鋒戦、アラクネ VS ニューサーティーン。さてさてさて。3位決定戦でございますアラクネ VS ニューサーティー昔からさあ、アラクネ特有の二置き越えから
クレセント、あーっと楽品がついて割れて中断、立ってバーソー 4D が当たって画面端閉じ込めてオーバードライブ、わーなんか大変なことになっている、虫が止まらないよ、村田式サイダー反撃効きました、元気出てきました、だいぶ反撃、いや食らってどうするんですか、食らわせるんですよ、どっちかっていうと、いやもうなんかね、あの昨日の疲れが全然抜けてなかったんですけどね、村田式サイダー反撃を飲んだらこの通りですよ、うわこれは楽印が結構溜まって、もう一回ついて、アルクメ VS ミューサーディってあんま喋ることないっすね、虫だらけにされてオーバードライブで返して、おお走る、スープラ外したー、あーえーなんでやーって、あ勝ち確かなって思ったらつい、Please select your character. Valentine R. Helsing. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. さあ続いて出てくるのはカンナオとバルケンハイン。頑張るが崩しきれず、が逃げが当たる、落として置き攻め 6B から逃げて固め、5C が当たって外れた、バストして少しずつ削っていく、ガキャンして地上で当たる、ここは死に、まずはバルケハインが1レーンの選手、楽園結構たまりますね、さあ邪魔だけれどもなかなか突っ込みづらいが、うまく通して ダウン取って、おガーキャン、さあ、できます。
さあバルケハインが押し込んで、さあってこうくらめほくらめくんくらめほさあかんほくらめほまだまだロケットっす。おーマジか、あんなところで当たって、マクイン食べて割れて、さあここはさすがにバーストを使わず無理をせず最終ラウンドにもつれ込んで、そういやお土産まだまだたくさんありますからよかったら食べてくださいね。大阪土産らしいですよあの関西勢の方があの地元の方のどっちかっていうとおかしかもしれないですけど、京都にはない、なるほど、これ大阪のお土産です。お茶の準備がありますので、私はこれです。お、え、これ、あれ今日でしたっけ、今日の7時からプレイステーション4が 15% オフ Amazon で、これはみんなぜひ買わなくちゃね。バレット、第1回はあっという間に売り切れた。5秒、あーなるほどね。ところでファイナルファンタジー14オルゼアっていうゲームのフリートライアルがあるんですけどっていう、こうね、露骨なこうアピールを。あー4万3000円が3万6000円になる。ああ、じゃあ6000円引き、7000円引きぐらいになるんですかね。ああ、いや、いいじゃないですか、よう買っていただきたい。ギルティも PS4 版の方が綺麗って言いますしね。やるゲームですか、いろいろありますよ。 GTA ありますね、 GTA5 出ましたからね。まあいいんじゃないですか、いつ復帰しても大丈夫ですか、あのゲームはえ、ギルティ以外に何が出てるの、え、それはファイナルファンタジー14それ以外にはね、どうだろう、僕が買ったのはバトルフィールドとか、あ、PT、 あ、そうだね、でもなんか他のハードでも出てるゲームのあの PS4 版とかっていう風なのも結構あったりする。まあでもね、 PS3 となんかあの両方出てるんだったら PS4 の方が綺麗ですし、感じですよね。まあドラクエ無双っぽいものが出ますね。個人的に期待しているタイトルというか、あの12月25日になんかあのダウンロードゲーであのララクラフトのなんか4人プレイのアクションゲームが出るんで、それちょっと面白そうだなと思ってます。BTA いいっすね。ほほう、サイコブレーキ、あー僕ホラーダメなんで、ギルティ買わずに GTA 買えばよかった、両方買えばいいんすよ。
しね。そう。お茶の準備がありますので、私はこれで。Select your character. New 13 R. Helsing. The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. Rebel 2! Action! タイムセールってこれ PS4 以外にあるんですか？へえ、いろいろありますね。僕ゲーミング PC 欲しいんですけど、まあ今お金ないんで、あのどの程度かと問われれば14が最高品質で、そんなにいりますか？ああ、まあ確かにそうですね、グラボですね。うわー、クーナーが入る。やってるニュー側も、もう思わず手を叩いて爆笑してしまった最後のフィニッシュでしたね。よし、じゃあ決勝戦行きましょうか。あなたは確か、なるほど、執念とは時に摂理も曲げてしまう力があるということなのでしょうか。はい、3位ということで、これはあれですか、比例復活っていうことでよろしいんでしょうかね。はい、それではですね、決勝戦いきたいと思います。あ、どうぞどうぞ、お土産食べてってください。あ、じゃあ先方テラルの VS スーヤ。Please select your character.さあ決勝戦いきたいと思います。先方戦は、スーヤバルケンハイム VS テラルナツバキというわけでですね、これは同じ車で来た人同士とかそういうやつですかな。さあ、ある程度、あ、いろいろあって
捕まえて、サツヤさんが画面端、オーバードライブで透かして、まずはテラルのペース、バックステ通すが対空して、ダウン取って、置き攻め、なんだとそっちかよ、いろいろあってそれじゃないそれじゃないやっぱ結果的にはなんだ今移動技のように今ぬるっと動いてきた、ガキャして、いや面倒くさい、タックル、いろいろあって、これは耐えて、ガキャン返す、中段通して、ダウン取って、オーバードライブからの中段、いろいろあって、あいろいろあって、中段通して、これはなんだろういろいろあって、あっ、ゲーだった、うわなんでっていう一撃がいろいろ飛んできましたけど、この相手の意識の外から打つのも大事だよね。まあ意識の外っていうか、もうなんか出ちゃったみたいな感じの雰囲気のある一撃ばかりでしたけれども、さあ今度は打って変わってバルケンハインペース、画面端押し込んで6シーン、ホセギリ前 B から拾ってエリアル、おおすごい威力だ、おーかっこいい、おお保証ダメージが高い、なるほど、あーへえダメージ、これいいですな、かっこいい、なんかあのねケニーフルークってイメージありますけどね、こっちの方で来ました。さあ開幕、まずはテラルナペース、掴んで前提通す、おっとマジか、今の腰使わせてすぐやり、もう一発打つかなと思ったらそうでもなかった、勝利打つ、タックルこっちもタックル、そして昇竜拳蹴る取る、あーサウシーフィータルバースト、さすがにバースト、さあバルケンハイ置き攻め、勝利打つ、さあちょっと怖くてなかなか、うわー透かして、これは受け身取れない、さあ黒目の前で止まる、中段空気まるで息を吸うように中段、勝ったのはまずはテラルナ椿、さあそしてその次出てくるな、これはユイカハザマでしょうか、大将には小池を選んできました。これはまたなんというか動画で見てるだけでもめんどくさいタイプの椿ですね。さあそして出てくるのはハザマ、The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. さあまず第1ラウンド、ザエが当たってくれて、さあ無理はしない、ジャンプ攻撃当たって、消却、これは攪拌バースト、当て投げしっかりしている、見せてパチパン、中段ぬるっと入る、ミシーカウンターからガーッとゲージ入ってフォロー、さあ昇竜警戒だったが、この辺はねさすがにちょっとわらくんで慣れてる感じがしますね、駒投げ、さあだいぶ飲まれております、椿相手はやっぱこういう飲まれ方をすると非常に厳しいですね、
さあ、邪行で画面端吹っ飛ばして三振フェイタル。うわー痛い。なかなかの破壊力 CC。 昇竜に対してなかなか痛い反撃は入れられない。カウンター三振突っ込んできた。おお当たっていない。さあこれはどうなる。使ってあー西が当たらない。勝ったのはテラルガ椿。いやだいぶノリに乗ってますねこれは。ニコ玉の小枝にユイカくんって一言。どちらかというと最近はユイカくんユニウニ勢ですけどね。そうですね。さあ最後は、小池さん。さあチーム名通りに行くか。チーム小池の後ろで見てるだけ。小池さん18段あんの今。 18? ああ段位がね。The wheel of fate is turning. Rebel one, action. さあ小池雷一と寺田椿。飛びを通して。うわーっと入って、オンでいる。そこでバースト打つよねーって感じで。じゃん A。三 C から。さあここは無理をしない棒を発射して。遠い当たりツバメ返しからの。もうとにかくとにかく椿使いのことを信じていない動きを繰り返している。間違いで。さあしかし段位が倍と言ってもいろいろ起こるのがこのブレイブルーというゲームです。さあ相手の方がノリに乗っている。ガキャン返してまずは棒を返すがどっちに戻ってこない。いろいろミスってくれて。ジャン A ジャン A ジャン C だったがこれがミス。あー先端布の先端が当たっている。これはさあしかし追い詰めたからといって油断はできない。中段一通。飛ぶと思って。おおマジか。さあジャンエ投げを逆に紫投げで抜けて。さあいろいろ起こって中段は立って直下直下クリゴマジか潜った。シシン 6B これは惜しい。惜しい受け身勝ってうまいが中段今日つく中段もう一回ですよね。最近の小池さんならやると思ったぜ。小池さん最近なんかめっちゃ人をもて遊んでくるから、重心な心をもて遊んでくるから。そうそうそう昔もっと真面目なプレイヤーだと俺思ってた。いや真面目ではあるんだけどなんかねなんかね仙人みたいになってきた。さあ発射して。あーこういうまっすぐ突っ込んでくるのが結構めんどくさい。おいしい 5B4B いつ A 白髪チューン6とタックルツバメ返し 6C 失神からの重なるでしょ下段ツバメ届かない棒発射がタックルだとツバメやり返す。うますぎる。マジか。うーと長飛で切り返すがこれはゲージ50の割には安いんです。うますぎる。いつへ白髪チューンですよね。さあ小池やはり粘り勝ち。
さあしかし残り2人おります。続いて出てくるのは誠使い、ブライダルエクスプレスと最近プレイヤーネームプレイヤーネームの中に入っておりますけれども、いいね。まあ、ある意味で言えばあの3キャラの中で一番恐ろしいキャラではありますからね、椿は。椿戦マジで自信あるっていう人は本当これどれだけいるだろうかっていう。あ、さあブライダルエクスプレス草壁なんかねありそうだもん、なんかちょっと特急とかで。The Wheel of Fate is turning.さあそれでは参りましょう、大正寺宝戦、小池 VS 草壁、ライチ VS 誠。基本的な部分は多分ライチ誠変わってないとは思うんですけれども、誠側にもいろいろ性能が変わった技があるので、そこら辺がどう読み合いに影響してくるかですね。中段これですね、パス打っていくで牽制して中段でした。バースト対策を挟みながらでした。ジャンビー 6A これですねこの人の今日つく中段タックル、ツバメ起き攻め戻ってきてガーキャン切り返す、前転は通せず投げ抜け、ぶん殴られて乗った、補正切り。さあどうなるか、消費すさまじい補正切りでした。なんかあのパリング締めみたいなのがあるんだけど、結局あれってどうなんだろう、よく知らないでーす。まあまあなるほどね、わからんやろみたいな感じでやるんじゃない。 6B1A 白髪チューンタックルツバメ 6C 攻めカウンターしている、設置して前提通す、ぶん殴られて、あーだぞバックの内ちあとコロナパが、さあこのチャンスを生かせるか、指針投げて後ろに逃げて打つ、構えて棒発射、うわーこれは棒がない状態で押し込まれるのがかなり辛いが、うわーっとオーバードライブからコパウキャー、素晴らしい、草壁誠ということで、優勝は、チーム名の宝蔵会名古屋市民です。おめでとうございます。ちょっと何その服、はい、おめでとうございます。それでは優勝チームの方々からコメントをいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあこっち来てください。じゃあ一言ずつコメントをいただきますので、はい、どなたからで、はい、いや昨日からちょっと小池さんには一回も勝てなかったんですけど、最後の最後だけちょっと勝たせていただきました。放送会何卒よろしくお願いします。放送会って何すか。放送会はあの京都にいるエリートプレイヤー放送さんを慕って集まってる会なんですけど、ちょっとまた皆さんよろしく、ギルドもありますのでなるほど、ありがとうございます。はい、じゃあどうぞ。正直格上のアイディアだったんで、最初に2回勝てたのめっちゃ嬉しいんで、報道さんパワーをありがとうございますありがとうございます。はい、じゃあ最後ポロピッチョさん、決勝何もしてないですけど、みんな白面使ってね癒された白面はい、どうもありがとうございます。じゃあもう一度優勝チームの皆さんに盛大な拍手をよろしくお願いします。わーい。はい、じゃあですね、次回1月
これね、毎回ね、日付忘れるんですけどね、いつでしたっけ、1月の24日です。よろしくお願いします。他になんか告知ありますか？あ、選挙行きましょうね、みんな。ペルキチアリーナ、来週ですね。今日ね、レイアウトがすでにペルキチ仕様になってますけれども、まあ、相変わらずの100人以上の大会になると思いますんで、ぜひぜひペルソナプレイをしていますっていう方は、お祭りみたいなもんですんで、参加していただければと思います。僕はファイナルファンタジー14のファンフェスティバルで東京に行くので、会場に来る方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。はい。そのところですね。はい、それじゃあ、32回お争奪戦の方終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。